どうも、トリプルナインです。本日の動画はこちらになっております。本日の日朝感想2016年3月13日分の放送の感想を言ってまいりたいと思います。まずは動物戦隊獣王者の感想から参りましょう。第5話、ジャングルの王者、2016年3月13日分の放送でございます。獣王者たちが街中で王者の資格を探していると、突然空からデスガリアンたちの襲撃が始まります。獣王者たちはキューブに眠る動物たちを出現させ、獣王キング1、2、3とキューブエレファント、キューブタイガーでデスガリアンたちに立ち向かいます。その後、空から落ちたデスガリアンを探しに行くと、ゴリラの獣マン、ラリーに出会います。ゴリラの獣マンであるラリーさんは学者であり、人間を観察するために地球へやってきました。しかし、ラリーさんはヤマト君を見ると怯えて逃げてしまいます。そう、ラリーさんは人間を観察している時、人間に襲われてしまったことがきっかけでトラウマになってしまったのです。その後、獣王者たちはラリーさんのお手伝いをするのですが、やはりヤマト君を見てしまうと怯えて逃げてしまいます。そして、ヤマト君が鹿と会話している後、ラリーさんと1対1で対面することに。その後、獣王者たちはデスガリアンの反応を捉えます。現場に来てみると、なんとデスガリアンの敵幹部、アザルドがいました。獣王者たちは獣王者に変身し、アザルドに立ち向かいます。しかし、アザルドの圧倒的強さに獣王者たちは苦戦してしまいます。その後、ヤマト君はアザルドの攻撃を受けてしまい、気絶してしまいます。心配にやってきたラリーさんはヤマト君の元へ駆けつけます。ラリーさんはヤマト君が持っている王者の資格に10万パワーを与えます。すると、ヤマト君は復活し、今までにない力が発揮されます。すると、獣王イーグルの姿から獣王ゴリラにフォームチェンジいたしました。ヤマト君は獣王ゴリラでアザルドに立ち向かいます。獣王ゴリラの圧倒的パワーで、見事敵幹部であるアザルドを打ち倒しました。その後、獣王者たちはラリーさんを探すことになります。今回のお話はここまでとなっております。次回はいよいよキューブゴリラが登場いたします。次回もお楽しみに。続いて仮面ライダーゴーストの感想へ参りましょう。第22話、謀略アデルの罠、2016年3月13日分の放送でございます。前回のお話の引き続きとなっております。タケル君はついにガンマ世界へ突入しました。ガンマの戦闘兵に上級兵、そしてグンダリたちがタケル君に向かって襲いかかってきます。一方、アランの兄であるアデルは、なんと自らの父親を暗殺し、アデル自身が完璧な世界を作ろうと企みます。その一方、タケル君の元にアラン君がやってきて、アラン君は仮面ライダーネクロムに変身し、タケル君に襲いかかってきます。一方、マコト君はアラン君の姉に感謝を言いに行きました。その後、アデルがなんと、アランまでも暗殺しました。すると、アラン君の体本体が目を覚まします。その一方、アカリちゃんとオナリ君とキュビちゃんは、甲冑ガンマに立ち向かっていました。しかし、甲冑ガンマは天空寺タケルを待つことになります。その後、タケル君はガンマ世界の真実を見ることになります。それはガンマ世界に人々の肉体がたくさん保管されてある場所です。その一方、マコト君はアデルに会い、アデルに立ち向かうことになっていきます。その戦闘途中にタケル君もやってきます。合流したタケル君とマコト君は一緒に逃げます。そして逃げる途中、武蔵ゴーストアイコンがタケル君を呼びます。そしてタケル君とマコト君はイージス長官の研究室に入ります。タケル君とマコト君はそこにある偉人ゴーストアイコンを回収し、謎のでかいアイコンも回収いたします。回収した後、アラン君がやってきます。アラン君は兄に裏切られ、精神が不安定な状態で、タケル君はガンマ世界の真実をアラン君に伝えます。その後、タケル君、マコト君、アラン君はガンマたちに囲まれます。アラン君はガンマゲートを開き、一緒に逃げ出します。タケル君たちはガンマ世界から逃げ出すことができましたが、そこに待っていたのは甲冑ガンマでした。タケル君は仮面ライダーゴースト闘魂ブース魂に変身し、甲冑ガンマとの決戦へ入ります。そしてタケル君は見事甲冑ガンマの決戦に勝ちます。その後、アラン君は遠くへ逃げ去ります。一方、ガンマ世界ではジャベル本体が起き上がりました。今回のお話はここまでとなっております。
次回仮面ライダーゴーストの中間フォームがいよいよ登場いたします。次回もお楽しみに。続いて魔法使いプリキュアの感想へ参りましょう。第6話、特訓魔法の杖、先生はリコのお姉ちゃん、2016年3月13日分の放送でございます。では文章の方を読んでいきましょう。今日は3回目の魔法の授業でも、教室に入ってきた先生を見てリコはびっくり。その先生とはなんとリコのお姉ちゃんのリズ。リズは魔法学校の生徒だけど、魔法の杖を使うのがとっても上手。今日は体調が悪いアイザック先生に代わってリズが先生をすることになった。そんなリズ先生の授業は、魔法で水を自分がイメージする形に変えてそのままで10秒保つこと。リズは簡単にお手本をやってみせるけど、未来もリコも全然できない。さらにリズにアドバイスされると、リコは教室を飛び出してしまう。リコは一体どうしちゃったのか。今回のお話は、リコちゃんのお姉ちゃんであるリズさんが出てくるお話です。未来ちゃんとリコちゃんは3回目の補習授業を受けることになります。今回、アイザック先生が体調が悪いため、リコちゃんのお姉ちゃんであるリズさんがやってきました。そしてリズさんが教えてくれる授業の内容が、魔法で水を自分がイメージする形に変えてそのまま10秒保つことだそうです。これに未来ちゃんたちは挑戦しますが、どうもうまくいきません。その後リコちゃんも必死で頑張りますが、うまくいきません。そんな中、リズさんがリコちゃんに対して対話をしようとすると、リコちゃんは逃げてしまいます。その後、独力士の敵幹部であるスパルダは補習授業をしているリズさんを目撃いたします。一方、逃げてしまったリコちゃんは未来ちゃんとモフルンと会話をしておりました。そこで明らかになったのは、なんとリコちゃんが持っていたリンクルストーンダイヤ、これがなんともともと姉のものだったんですね。そうです、姉から託されたものだったんですね。そしてリコちゃんは、プリキュアはお姉ちゃんになればよかったと言うと、すると未来ちゃんはリコじゃないとやだと言います。ここのシーンはとても感動的でしたね。その後、リズさんと生徒たちはスパルダに襲われます。スパルダが召喚した砂時計ヨクバールがリズさんたちに襲いかかります。リズさんは生徒たちを魔法の絨毯で逃がしますが、リズさんは砂時計ヨクバールの攻撃を受けてしまいます。その後、未来ちゃんとリコちゃんが駆けつけ、未来ちゃんとリコちゃんはリンクルストーンダイヤとモフルンを使いプリキュアへ変身します。未来ちゃんとリコちゃんはプリキュアに変身した後、砂時計ヨクバールに立ち向かいます。リコちゃんがお姉ちゃんのことをバカにしないでと言うと、前回ゲットしたリンクルストーンアクアマリンが光り出します。リコちゃんは早速リンクルステッキにリンクルストーンアクアマリンをセットすると、なんと氷の魔法が発動いたしました。その後、未来ちゃんとリコちゃんはリンクルステッキにリンクルストーンダイヤをセットし、プリキュアダイヤモンドエターナルで見事砂時計ヨクバールを打ち倒しました。その後、リコちゃんは再び授業に挑戦いたします。最初はなかなかうまくいきませんでしたが、突然リンクルストーンダイヤが光り、魔法で水の形を変え、その後氷付けになりました。リコちゃんの頑張りにリンクルストーンダイヤが応えてくれたのはとても良かったですね。次回はいよいよリンクルストーンサファイアに関するお話に入っていきます。次回もお楽しみに。ということで、今回はこれにて以上です。ありがとうございました。では皆さん、次の動画お楽しみください。それではまた会いましょう。さようなら。トリプルナインのチャンネル登録は PC の方はこちらをクリックして登録、スマホの方は動画の下のチャンネル登録ボタンから登録してくれ。高評価やコメントも待っているぞ。これからもトリプルナインの動画をよろしく。